皆さんに一つ質問したいことがあるんですけど、一応5月の6日までが休校期間って言われてますよね。つまりゴールデンウィークが明けた後に学校が再開すると、一応現段階では言われてます。それ皆さん、実際に今いろんなことを考えた時に、5月7日から学校再開できると思いますか？改めましてどうも、ハイチーです。今回はですね、休校期間が明けた後、つまり今年度の受験について少し考えてみようと思ってます。で、それを個人的なね、意見を伝えつつ、今いろんな学生のね、話を聞いてるとですね、やっぱり休校慣れが起こってます。長くなってきたからこそ、いろいろ不安に思ってる方もいると思うんですけど、今その学校がない状況に慣れてきたので、慣れって誰になるんですよ。だれるんです、体が。だから、ああ、なんかやる気出ないみたいな、まあいっか、なんとかなるっしょみたいなのをどっかで思い始めちゃうとですね、やっぱりやんなくなるんですよね、勉強で。そういった意味でも改めてちょっと兜の緒を締めるじゃないんですが、引き締めて、気をね、引き締めてもらう意味も込めて、その辺を伝えられたらなと思っております。で、受験についてなんですが、今冒頭にもね、話したように、休校期間が一応5月の6日まで設けられてて、ゴールデンウィークを明けた7日からね、再開しますよっていう話になってるじゃないですか。ただ、個人的にはそこでの再開は厳しいんじゃないかなと思っております。で、なぜかっていうと、現段階で感染者数が増えてる状況で、もしゴールデンウィークの直前ぐらい、5月の頭ぐらいから減り続けてると、あれ、収束するかもみたいな状況になったとします。なったとしても、学校って明らかにクラスターが起きやすい状況なの、3密なのは分かっているので、そこに、昔はね、前はその若い子たちは重症化しないって言われてましたけど、重症化してる子が出てきてる状況で、再開した場合、世の中が許すのかっていう、それを親はその再開したとしても通わせられるのかっていう、我が子をそこに、そういった状況からしてもなかなか難しいのかなと思ってます。例えば、あと1ヶ月伸びるとしますよね。6月の頭再開になるとすると、6月の頭再開であれば、4月5月の2ヶ月分削られてるだけなので、正直、学校の先生のそのカリキュラムの組み直すとかすごい大変なんですけど、夏休み削ったりして、ある程度は追いつけるのかなと思います、学習内容としては。その場合は受験は普通に行われるのかなと個人的には思うんですが、問題がですね、もっと伸びた場合、7月、8月、下手すれば、じゃあ夏休み明けの9月の頭から再開ぐらいになった場合、ほぼ半年分ぐらいの勉強がなくなってるんですよ。オンラインでね、やれって言われたらそこまでですけど、その状況で通常通り受験ができるのかっていう。で、いろんなところのね、その意見というか、受験に関する意見を読んでたりするとですね、その受験の日、今までは2月、3月とか冬にね、行われてたものを夏とかに後ろ倒しにしたらいいじゃないかっていう意見もあって、でもそれはね、現実的ではないと思うんですね、今の日本で考えると。例えばその受験自体をだけを遅らせるので成立するんだったらいいんですけど、それを遅らせることによって、いろんなものが連動して遅らせなきゃいけないんですよ、全体的に。それはなかなか難しいのかなって思います。だから受験日に関しては、やるとしたら、で、なくなる、ゼロになるのも難しいので、受験自体がカットなくなるっていうのも難しいから、2月、3月、1、2、3月に行われるのは変わらないんじゃないかなと。でも、半年やってないじゃないですか。で、どうするってなった時に、その受験に出題される範囲の部分が若干コントロールされる可能性はあるのかなと、特別措置としてあるんじゃないかなと思ってます。例えば、中学校3年生が高校受験するとき、当然中1から中3までの勉強内容全部出ますよね。で、大体が3割、3割、3割ぐらい、で、バランスよく出てくるとこなんですけど、じゃあ、1年生、2年生で習った勉強から8割出題してくださいと、中3のは前半から2割だけにしましょうみたいな、それを、もちろんその教育委員会によってとか、私立とか別になると思うので、いろんな場所によってだと思うんですけど、そういった出題範囲される場所を若干コントロールされるみたいのは行われる可能性はあるんじゃないかなと思ってます。で、今回なんでこれを伝えたかっていうとですね、もちろんこれただの一意見です。これに対して批判される方ももちろんいると思うんですけど、何が言いたいかって、今みんながこう何を勉強したらいいんだろうって悩んでる方多いと思います。で、休校が伸びるとですね、予習やんなきゃって思う方多分増えてるはずなんですよ、今この時期。最初復習でいっかって思ってたんだけど、だんだん予習になるんです。なぜかっていうと、今4月の中日ぐらい、20日ぐらいに今撮ってるんですが、
まあ、あと1ヶ月半、半月ある、あ、ごめんなさい、半月休校があるわけです。5月の頭になって1ヶ月分勉強してない状況になると。で、それがもし伸びた場合、まるまる2ヶ月勉強しなくなる。で、周りも本当は勉強しなきゃいけなかったところやんなきゃって思うから、あ、予習って置いてかれるって思って予習に駆られちゃうんですけど、予習ってね、予習慣れしとかないとなかなか定着しないんですよ。もともと普段からずっと予習をちゃんとやってた方は問題なくできるんですけど、今までやってなかったのに急にいろんなコンテンツ、まあ、自分の授業でもいいですし、いろんなどっかの会社のね、予習のなんかその参考書とか使ってる方でもいいんですけど、なかなか難しいんです。であれば、予習と復習ってどっちがやりやすいって、復習の方がやりやすいんですよ。なら復習に自分は力を入れた方がいいと思ってます。さっきの話につながるとこなんですが、現段階で受験生は中1、中2、高1、高2の勉強は確実に受けてるわけです。受けてる。だからそこが受験から削られる可能性はゼロなわけです、基本的に。まあ、ゼロって言っちゃったけど、ゼロだと思います。だから一回勉強してるところをちゃんと定着させるっていうのはやんなきゃいけないことなんですよ、絶対に。で、やりやすいんです、一回授業受けてるから。それをその時に寝てたかもしれないです、でも受けてるのでやりやすいはずなんです、予習よりは。で、もちろんその2年間勉強した内容がもう完璧なんです、全部もう完璧っすっていう方はいいです、もう予習やりましょう。でもそんな方多くない、絶対どっかは抜けてるはずなので、まあ、焦る気持ちも出てきてるかもしれないんですが、予習にやるよりは復習の方を定着、力を入れてやってった方が個人的にはいいと思います。で、最後になんで、兜の尾を締め直したいかっていうとですね、夏休みが、まあ、いつ再開になったとしても夏休みが削られるのはもうほぼ決定です。これを通常通り1ヶ月半ぐらい夏休みあるっていうのはほぼ考えにくい。で、今まで受験生っていうのは夏が天王山って言われます。もう夏が勝負なんです、めちゃくちゃ伸びるから、夏で伸びるんですけど、そこが期間的に削られるっていうことは物理的に時間が減るんですね。じゃあいつ勝負かって言ったら、もう今なんですよ、今が勝負なんです。今までは夏で復習するんです、今まで勉強したところを基礎をきっちり固めて、そこから過去問やったり赤本やったりして応用をどんどん積み重ねて力をグイって伸ばしていく。基礎が固まってるからできるんです、そのグイって伸ばすのは。そのじゃあ基礎固めるのが夏休みなくなったらいつやるって、今しかないんですよ。なので基礎固め、今まで勉強した2年間分の基礎の部分をしっかり固めるんだって、今しかねえんだと思ってください。そうね、こうやって俺が熱弁したところで夏休み普通にあるかもしれない。おい、ハイチ、夏休みあるじゃねえかよってなるかもしれない。でもそれだとしても基礎を固めておいてダメなこと、デメリットはないです。絶対にプラスになるもん、自分にとって。なので、まあ、いろんな不安とかね、やる気出ねえとかいろいろあるかもしれないんですが、ぜひですね、ぜひ、もうどうなるか分かんないんで、でも受験はある、きっと。どうなるか分かんないですけど、自分のために、今後の自分のために、余裕を持って受験勉強頑張るためにも、今ですね、復習の部分に力を入れて基礎固めやってもらえたらと思います。